自動運転のルート作成の方法についてご説明します。基本画面の自動運転をタッチすると、障害物検知センサの確認画面が表示されます。運転席から降車し、すべてのソナーおよびレーザースキャナが検出するか確認します。動作確認が取れたセンサはターミナルモニタ上でチェックマークがつきます。また汚れや水滴の付着、変形、破損がないか確認し、汚れなどが付着している場合、柔らかい布などで拭き取ってください。すべてのセンサにチェックマークがついたら、状態表示灯の緑が点灯します。次にリモコンの動作確認です。リモコンの電源スイッチを押し、電源を入れた後、ターミナルモニタに表示される案内に従い動作確認を行ってください。反応がない場合、リモコンの電池残量を確認してください。なお、2時間以内に自動モードの作業が完了した場合はそのまま作業を開始できますが、安全性確保のため2時間以上経過後に自動運転モードの作業が完了した場合は再度動作確認を実施する必要があります。次に自動運転の詳細設定です。作業内容を幸運、白書きから選択し、次へをタッチします。続いて自動運転作業を行うアグリロボトラクタの台数を選択し、次へをタッチします。自動運転事前設定画面が表示されるので、設定変更する場合は無人機設定をタッチし、タイプ、作業機変更画面で変更します。作業選択で幸運作業を選択したときは、2メートルから 2.4 メートルのロータリ作業幅を 0.1 メートル刻みで選択できます。白書き作業を選択したときは、2メートルから 2.4 メートルのロータリ作業幅および3.4 メートルから 4.1 メートルのハロー作業幅を 0.1 メートル刻みで選択できます。選択したら次へをタッチします。確認画面が表示されるので、内容が正しければ次へをタッチします。自動運転を行うマップが自動選択されているか確認してください。自動選択になっていない場合は、タッチ操作で自動運転を行うマップを選択してください。作業選択で幸運作業を選択した場合のルート作成についてご説明します。自動枕地作業を行うか選択してください。するを選択した場合、枕地作業3周のうち最内周のみ自動運転で作業します。幸運タイプを隣接または間接から選択します。間接を選択した場合、往復または片道の選択をしてください。なお、2台同時作業を行う場合、必ず片道を選択します。片道を選択した場合は、関節幅が入力できるようになります。設定値をタッチした後、プラス・マイナスをタッチして設定します。すべての設定が完了したら、次へのボタンをタッチします。次に、推奨をタッチすると、作業時間が最短になるようルートを計算します。枕地作業回数は3回で固定です。変更することはできません。作業方向の数値をタッチした後、プラス・マイナスをタッチすると幸運ルートを選択できます。
なお、マップが小さすぎる、細すぎるといった場合、ルートが作成されず自動運転が行えない場合があります。次に枕地のラップ代の数値をタッチした後、プラス・マイナスをタッチするとラップ代を設定できます。なお、中央部ラップ代は補助形状及び走行本数から自動計算された数値が実際のラップ代となります。車速の数値をタッチした後、プラス・マイナスをタッチすると時速1キロから3キロの範囲で設定できます。この値により予想作業時間も変化します。すべての設定が完了したら、次へのボタンをタッチします。次に作業条件の設定を行います。作業時、旋回時のエンジン回転数の設定は数値をタッチした後、プラス・マイナスをタッチするか、スライドバーを指で押さえながら移動させるスワイプ操作により変更できます。PTO 変速の数値をタッチした後、プラス・マイナスをタッチすると PTO 変速段を設定できます。なお、ここには現在変速中、またはこれから使用する変速段を入力してください。設定値と実際の変速段が異なると、自動運転開始後にエラーが表示され、トラクタが停止します。次へのボタンをタッチします。作業選択で白書き作業を選択した場合のルート作成についてご説明します。幸運ルート作成と同様に幸運タイプを選択し、関節の場合は往復か片道、片道の場合は関節幅を設定します。なお、白書きの場合、自動枕地作業は行えません。旋回タイプを AD 倍速または 4WD から選択します。作業機の幅が短い場合、または幸運タイプで隣接を選択した場合は 4WD は選択できません。旋回作業で旋回中に作業を行うかを設定します。旋回タイプで 4WD を選択した場合のみするを選択できます。すべての設定が完了したら、次へのボタンをタッチします。以降の設定方法は幸運ルート作成と同様ですが、白書き作業ではハロー選択時のみ枕地回数を2回に変更することができます。ただし、自動枕地作業は行わないため、手動で作業する回数を表示します。また、白書き作業では車速の数値を時速1キロから5キロの範囲で設定できます。以上の設定が完了すると、走行ルートの設定が完了しましたのダイアログが表示されるので、 OK ならダイアログをタッチします。次に自動誘導ボタンをタッチします。自動誘導開始条件の確認画面になります。プラス・マイナスをタッチすると自動運転を開始する位置を変更し、推奨をタッチすると推奨位置に戻ります。拡大固定ボタンをオン・点灯にすると画面のズームを固定できます。オフ・消灯にすると開始点と車両の距離からズームを自動で調整します。まず、手動で自動運転の開始点に移動する場合についてご説明します。補助マップ内の開始点、またはこの印のあるライン上に矢印の向きを合わせて手動操作でトラクタを移動してください。
到着するとラインが深緑色に変化します。この状態で次へをタッチします。自動運転開始条件の確認画面が表示します。次に自動で自動運転の開始点に移動する場合です。自動誘導をタッチします。自動誘導開始条件の確認画面が表示します。 NG の項目を自動誘導開始条件にすることで次へのボタンが押せるようになります。状態表示灯が全点灯し一旦停止状態となります。この時車内の自動運転開始スイッチを長押し、またはリモコンの自動運転開始ボタンを2つ同時に長押しするとホーンが3回鳴り、状態表示灯が青色に点灯し開始点自動誘導が実行されます。なお車両が開始点と反対方向を向いている、または車両がマップからはみ出している場合はターミナルモニタにダイアログが表示され開始点自動誘導ができません。適切な位置・方向に移動後、再度自動運転開始スイッチまたはリモコンの自動運転開始ボタンにより開始点自動誘導を行ってください。以上で説明を終わります。